11月7日日曜日、藤原町山口のそば畑で種まきから収穫、年越し用のそば打ちまでが体験できる農業体験企画、そばオーナーの収穫が行われ、県内外の親子連れなど20人が参加しました。この農業体験を企画しているのは、およそ2年前から地元の資源を最大限に生かした有機農業に取り組んでいる藤原町在住の森祐樹さん。森さんは一般の方にも農業と触れ合ってもらいたいという思いから、地元のそば農家の方に栽培の協力と指導を依頼し、お米や大豆のオーナー企画に続き、今年初めてそばオーナーを募集。種まきから収穫までのプロセスを手作業で行うことで、育てることの楽しさや大変さを知ってもらい、子どもたちの食育にも役立てようと考えています。私そばが大好きやもんでね、いっぺん種まきから収穫まで参加しようと思って楽しんでやってます。そば大好きだから、どんな味かなと思って楽しみにしてます。この日刈り取ったそばの実はオーナーの手で脱穀選別し、今月下旬、地元山口のそば打ちグループの有志の方々の協力を得ながら、そばを打って皆さんで楽しむということです。